皆さんこんにちは、ワナレグルビジです。では今回は、ハーツオブアイアン4、都道府県モード続きをプレイしていきたいと思います。ですね、千葉でプレイを始めていまして、前回から少し実はやり直しをして変更を加えています。で、何を変更したかというと、まず徴兵をですね、少し増やしました。で、この後また増やします。で、その他で言うと、今後の、いわゆる国家方針の部分なんですけども、ここもですね、ちょっと早めに、この訂正を入れていこうかなと思っていて、内容としては、国内では軍国主義の風潮が膨れ、軍部は反乱の兆しが見える。ならば、いっそ政権を軍部主体で帝王が君臨する帝政に移行してみてはどうだと、いう話になって、いわゆるファシスト化するという内容なんですけど、先にね、これを入れておいて、その先にあるこの龍ヶ崎領土主張というのも獲得をしていって、茨城の併合を目指していきたいというふうに思っています。では早速進めていきましょう。並行して進めるところとしては、とにかく、数が欲しいので、師団の、陸軍の。なので、ユニットをどんどん追加していきます。数で言うと、最終的には15ぐらいをね、並行して作り込んでいくっていう形にしていこうかなと思っています。で、あとはなんですが、新しい師団もね、編成していこうかなというところで、ちょっと今はまだ陸軍の経験値が7しかないので、編成の見直しは難しいんですが、軽戦車を主体とした装甲師団、戦車師団ですね、これも後々作っていこうかなと思ってます。じゃあ、この後実際にですね、帝政移行を行った時に、立山付近で、内乱起きますので、師団を房総半島の方に進めていきます。これでいつ、次のね、内容としての訂正を入れても、即座に内乱を鎮乱できるような形、鎮乱じゃないですね、鎮圧できるように、していきたいというふうに思います。圧倒的に足りなくなるのが、この対空砲が足りなくなるので、対空砲をね、重点的に作っていきましょう。で、その他注意しなきゃいけないところとしてはですね、この群馬帝国、今、すでに帝国化してますけども、この群馬帝国を、中心とした陣営に属すのか、はたまた、東京、埼玉、神奈川あたりの陣営に属するのか、はたまた、千葉は千葉として、独立というかね、独自の道を歩むのかというこの3つの選択肢の中から選んでいく必要があるんですけども、ちょっとここはね、情勢を見ながら、群馬帝国にすり寄る方針でいつつも、群馬帝国が、言うほどじゃないなと、これは群馬帝国につくとひどい目に遭うぞというようなことであれば、またね、ちょっと方針を柔軟に見直していこうかなというふうに思っています。では、このまま進めていっちゃいます。で、ちょうど国家方針がね、一つ終わりましたので、市場工場の次は、千葉陸軍を入れておきます。これで、軍需工場2つを得られます。茨城への宣戦布告理由の取得には、師団がですね、70系、75系以上だったかな、必要になってくるっていう条件が入ってくるので、そのためにもね、しっかりと師団数を増やしていこうかなと思います。この茨城の運命っていうね、ちょっと字面小さいかもしれないんですが、フィールド上の師団の人的資源が 75K で、これっていうのは陸軍の師団数のみで 75K なので、やっぱり陸軍をね、ガツガツ増やしていく必要があって、今この千葉陸軍っていうのをね、入れていますけども、この千葉陸軍を入れた後に訂正移行に国家方針を振っていきたいと思います。
じゃあ、研究ですね。一つ入れていきましょう。で、続いて入れていく研究なんですけど、今1936年の5月27なので、まあ、あまりにかけ離れたものをすると、ものすごく効率が悪いので、まあ、どうしようかなというところなんですけど、まず整備兵はね、入れておきたいと思います。この先、戦車をね、導入していくってことを考えると、まあ、そういう内容も必要になってくるかなっていうところと、あと今回ですね、冒頭お話しするの失念してしまったんですけど、前回最後ですね、茨城との国境に大量の要塞を作ったと思うんですが、それをやめました。代わりにもう本当にこの後必要になってくる、軍需物資を作るための工場ですね、これをもう闇雲に作っていきます。全然足りなくなってくるので、もうひたすらひたすらというところですね。で、ここで、千葉陸軍の国家方針が完成したので、これによって、軍事工場のスロット2つ、さらに、プラス1、千葉で2、銚子で1、合わせて3得たので、これでまたね、軍事物資を作っていきましょうというところと、あとですね、訂正ですね、これをまた入れていきます。これによってまた、内乱が勃発するということになるんですけど、その内乱の鎮圧を行って、千葉県をね、民主制、議会制、民主政治から帝政へと移行していきましょう。で、ここで一旦ですね、軽戦車作っている研究なんですけども、軽戦車2に進む前に先に産業のところで建造、建築1を獲得しておいて、建造速度プラス 10% のボーナスを先に受けちゃいたいと思います。さっき見ていただいたように軍事工場大量に作ってるんで、ここの 10% ボーナスはだいぶ効いてくるかなというところですね。それと全対戦型の戦車から今研究が終わった軽戦車1へと製造のラインを切り替えましょう。これでまた時間を進めていきます。では研究スロットに空きが出たので研究を追加していきます。で、今1936年8月なので、まあ、千葉県はですね、人的資源それなりにあるんですけど、この先、まあ、埼玉だったり東京だったりっていった、まあ、強国と戦っていくという場合には、まあ、どうしてもそれでも数が足りないと、人の数が足りないっていうのがあるので、まずは質の高い、軍を作っていきたいなというところになるんですが、どうしようかな。装備系のところはちょっとね、今手が出しづらいところになってるので、そうなると軽戦車の2、これを研究しておきましょう。で、陸軍の経験値が45溜まってるので、まずは一つですね、戦車の手段を作っておきます。で、ここを見ておくと、軽戦車と、まあ、トラックですね、自動化車歩兵が入っているので、ここに、さらに自動車化大隊を追加していきましょう。で、ここには工兵、偵察中隊で、整備兵が入ってくれば、整備兵をさらにここに追加していきます。で、特化部隊の方の編成も改正しておきましょう。
歩兵手段をちょっと増やします。一つね、これでまた変な話、だいぶ人力資源を消耗するんですけど、今経験値がね15必要な内容にしてしまっているので、次のタイミング、おそらく訂正に移行したタイミングで内乱が起きますので、そこでまた内乱の鎮圧で軍の経験値を貯めて、このあたり改正していきましょう。ではですね、訂正への移行が迫ってきているので、その前に一旦ですね、軍の最高司令部として陸軍の長官を雇っておきます。まあ、すぐに内乱に入っていきますの で生産のラインにはですね、軍用トラックを追加したので、自動車化歩兵ですね、このためにというところです。足りなくなっている資源、これを輸入していきます。できればね、輸送船を使わないところになるので、沖縄以外からというところになります。まあ、山口県あたりから輸入しておきましょう。まあ、関東の、まあ、他のね、都道府県とは今後どういう関わり方になるのか不透明なところがあるので、まあ、できればね、遠いところからかつ輸送船を使わずにいいものはね確保していきたいなと思います。で、訂正の移行が終わったので、このままの流れで、龍ヶ崎での領土主張を入れていきます。で、その前に、千葉から伝達ということで、やはり内乱が起きていますということで、訂正千葉と、まあ、今までの千葉県との間で内乱が発生するので、これの鎮圧に向かいましょう。で、実は千葉君がこのタイミングで、訂正千葉から離脱ということになるので、まあ、ちょっと残念なんですが、千葉くん抜きでね、この戦線を戦い抜きます。千葉くんじゃない、ふなっしーね。で、ふなっしーの代わりに千葉くん元帥としてこの師団のこの内乱の戦いの鎮圧に向かってもらいましょう。まあ、特にね、問題なくこの内乱は勝利できると思うので、この内乱が終結した後ですね、あ、そうかそうか、しまったしまった、演習を終えておかないと師団の統制率がぐずぐずのまま戦闘に入っちゃいますね。まあ、この辺りは特に問題ないかなと思いますので、まあ、しっかり訂正千葉ということで千葉県を統一していきます。で、陸軍の経験値もねここでがっつり溜め込んでいきたいんですけど、まあ、戦闘があっという間に終結してしまうんで経験値はそこまで手に入らなそうですね。で、ホワイトからエグゼンプション、日本は単価あたりの労働効率が諸外国に比べて低いと言われている。この1位に残業代を得るためにダラダラ仕事をしていると、いや、まずね、残業代欲しいかって言われると、残業するぐらいだったら僕は早く帰りたい派ですね。
これを改善するために政府は残業代なしに労働者を働かせることができる法律を導入しようとしている。しかしこの法案は過労死を促進させるとして国内では激しい反対論が渦巻いている。僕もですね、もう一個ジョブレベル、職責が上がると、まあ、いわゆる残業代がない、みなし残業の、くくりに入れられてしまうんで、もうこれ以上は絶対に職責を上げないでくれと、ごねてますね。なので、もうそろそろ下の世代の人たちに、その職責を抜かれるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうのもね、僕はもう全く気にしないんで、まあ、どうせやるんだったらね、まあ、僕としては、みんな早く仕事を終わらせて、帰るようになるだろうということになるんですけど、これをやってしまうと、生産の効率がマイナス 5% 入ってしまうんで、上限が。これはちょっと嬉しくないんでやめましょう。で、低賃金で、長時間労働を強いられるって、これ安定度の基本値がマイナス 1% であれば、まあ、政治力がマイナス 2% 入るんですけど、政治力今後余ってくるんで、長時間労働を規制する法案と合わせて導入。これを選択します。で、内戦の方に、また戻りましょう。内政の方はね、実は露見案をやった時はもっとサクッと終わってるんですけど、今回はちょっと時間がかかってますね。まあ、でも負けることはないと思うので、やっぱこのまま、そうですね、立山条約で併合が完了したというところです。で、この先なんですけども、龍ヶ崎での、まあ、領有主張を入れたように茨城との戦線に入っていきますんで、一旦師団を茨城の方まで動かします。で、案の定というかね、陸軍の経験値は、まあ、ほぼほぼ溜まってないので、まあ、これはこれでもうやめましょう。で、建設のところ見ておくと、軍事工場が、この先、龍ヶ崎で、まあ、得られるんですけど、それでもやっぱり数が足りないという部分もあるんですけど、先に飛行場をね、茨城との戦いに備えて建設しておきます。一つ。で、レーダーとかは、まあ、対東京、埼玉との戦線を開いた場合には、まあ、配備をしておきたいんですけど、今すぐに必要かというと、まあ、そうでもないので、ここは一旦見送りましょう。で、さらに、兵員要請で、さっき入れ忘れていた、戦車師団ですね。これを、まあ、5師団ほど、並行で作っていきましょう。で、まあ、軍事工場が足りてないっていう状況にはなるんですけど、師団数がどうしても欲しいので、ここは、まあ、無理をしてでも入れていこうかなというところですね。で、最強一郎さんに、トップが、千葉県のトップがね、森県から変わっているという状況で、あと研究の枠組みで見ておくと、18日でようやく整備兵が入ってくるんで、整備兵が入ってきたら、これを師団編成に入れていきます。これで、一つ一つの師団の質を、上げていく、底上げしていくというところですね。で、龍ヶ崎での領土主張で、龍ヶ崎ここですね。ここを茨城から、まあ、無理やり分取るという形になるので、まあ、茨城と関係が悪化していくという中、この先の国家ツリーを見ておくと、まあ、茨城と運命、これ、師団数75系以上っていう話は先ほどしたと思うんですけど、75系集めてすぐに茨城と開戦しても、どっちに転ぶかわからないという結構厳しい状況になるのが分かったので、この後は、まあ、大体120系から130系ぐらいの師団数、陸軍の師団構成、編成
これが完了するまではその他の国家方針というところで、産業系、工業系、あるいは陸軍系の国家方針を進めていきます。無茶して早めに海戦に踏み切ると結構ね、そのロケハンをやった時は厳しい結果があったので、ちょっとそこはね、反省ということで見直しをしていきます。で、整備兵入ったので師団編成に組み入れると同時に、次の研究内容なんですが、対空砲それなりに数入れてる師団があるので、ここはね、砲兵系の装備の発展を目指していきましょう。で、忘れないうちに平成改正でここに整備兵を入れます。で、ついでなんでね、生産のライン見ておくと何が足りてないかというと、まあ、やっぱり、検疫式の対空砲、さらに軽戦車の1型、軍用トラック、この辺りが足りてないですね。まあ、その他のね、歩兵装備も含めて、まあ、全般的に足りてないのは明白なんですが、それに対しては軍事工場を、まあ、大量にこの後作っていくという内容と合わせて、まあ、さっさと龍ヶ崎、これを切り取って龍ヶ崎にも軍事工場を建てていくという内容になるかなと思います。ではちょっとね、早送りとかもあって短くなってしまってるかなとは思うんですが、今回はね、一旦ここで、終わりにさせていただいて、次回さらにこの先ですね、龍ヶ崎の切り取りから始まる茨城との睨み合い、これを進めていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。